はい、皆さんこんにちは、カズと申します。今日はですね、数学の基礎の集合を、やっていきたいなと思うんですけど、まあ、多分、5月とか、6月に、中間試験が、高校1年生が終わって、多分ね、次の期末で、集合が、扱われるかなと思うんですけど、結構ね、ここの分野が分かりづらいので、動画の方でね、基礎から、解説していきたいなと、思っております。問題はこちらになりますね。はい、100以下の自然数のうち、4の倍数または6の倍数である数の個数を求めよという問題ですね。こちらを、ちょっと集合の考え方を使って、解いていきたいなと思います。で、一応、この下に、黄色い字でも先に書いておいたんですけど、100以下の自然数のうちなので、まあ、こいつが、大元ですよね。で、まあ、全体をですね、一応集合の中で、U と置くことが、一般的になっていまして、全体を全体集合というんですけど、これを U としますね。で、そのうち、4の倍数または6の倍数である個数を求めたいので、4の倍数の集合を A としますね。4の倍数の集合 A、6の倍数というものの集合 B とします。はい、その中でちょっと考えていくんですけど、まあ、なので図で言うとね、こんな感じですね。全体集合 U っていうね、ここの中に、まあ、1から100の数字が入ってるとして、で、4の倍数、例えば4とか8とか、12とか16、25とか、そういう集合 A があって、で、6の倍数の集合 B があって、こんな感じでありますね。4の倍数と6の倍数って共通のものがあるんで、ちょっとね、この集合の部分ダブるんですよね、ここが。うん。で、4の倍数または6の倍数を求めなさいだから、4の倍数または6の倍数なんで、ここですね。図的に言うとここを出せってことだね。4の倍数もしくは6の倍数を出せということです。まあ、こんな感じになります。じゃあ実際に、どう解いていくかというところをやっていきます。じゃあまず4の倍数がこれ何個あるのかなっていうのをね、数えていきたいんですけど、一応ね、数えるときに、n カッコ a、こう書くと、集合 A の個数って意味になりますね。だから、今回で言うと、4の倍数の個数だから、100以下で4の倍数って一体何個あるのかなって考えればいいね。例えば4、まあ、8、12、16、20、24とかね、バーッとあります。最後はいくつかっていうと、100ですよね、100。まあ、100も4で割れますね。じゃあこれどうやって数えればいいかっていうと、100を4で割ればいいね。100割る4。100割る4。すると25って出てくるから、つまり100以下で4の倍数ってのは25個あるということがわかりますんで、ここにこう書くと。25。そうすると、今言った通りで、4の倍数の個数、n 個数っていうんですね。が25個ということになります。はい。じゃあ次、じゃあ今度は6の倍数の個数を数えてみようと、100以下でね。で、6の倍数ってことは、今と同じ考え方すると、100割る6で出るから、100割る6すると、16個だね。6636、余り4。16余り4ってことは、16個、6の倍数があることが分かるんで、6の倍数 B の個数は16となります。はい。ということは、4の倍数が25個で、6の倍数が16個だから、足して答えは、25たす16なのかというところですけど、まあ、これ違いますよね。なんで違うかっていうと、このままだとちょっと足しすぎちゃってるね。何を足しすぎちゃってるかっていうと、4の倍数
まあ確かに25個で、6の倍数は16個なんだけど、例えば4の倍数の中に、12とかってありますよね。4の倍数の中にね、12。で、6の倍数の中にも、12ってあるよね。だから、どっちでも12とか、あるいは例えば24とかね、含まれちゃってるから、このままだとちょっと足しすぎてるってことになっちゃうな。12、24、36とか、そういった4と6の、つまりは公倍数ですね。公倍数って言うと、4と6だから12、12の倍数。これが、ダブってるのにどっちもカウントしちゃってるから、その重複分を抜かなきゃいけないということになります。ね。なので、4の倍数かつ6の倍数を抜かなきゃいけない。で、その時にね、こうやって表記しますね。これ書き方覚えましょうか。これでね、4の倍数かつって意味になります。ここの、この蓋をしたようなね、マークでこれかつと、いう意味になりますので、4の倍数かつ6の倍数という意味になります。これは、4の倍数かつ6の倍数っていうのは、さっき言ったところで12の倍数ですよね。だから12の倍数。12の倍数何個あるんですかと。一緒ですね。100÷12 で出るよね。100÷12 をすると、8で、8個だね。余り4だから8です。ということで、4の倍数25個、6の倍数16個、4かつ6の倍数、まあこれはつまり12の倍数とかね。これは。12の倍数。じゃあ8個ということになります。はい、いいですかね。で、求めたいのは、4の倍数または6の倍数の個数なんで、こう書きます。書き方もね、数学はどんどん覚えていった方がいいんですけど、これが4の倍数で、これ、この U 字型ね、U。これで、このマークをまたはと呼びます。なので、これで、A、4の倍数、または、6の倍数の個数という意味になりますね。でそれはどうやって求まったかっていうと、N の A 足す N の B。で、これじゃまずいんでしたね。はい。ここ入ってるかわかんないですけど、これじゃまずいですね。これだと4の倍数かつ6の倍数。4の倍数と6の倍数をそれぞれ足してるだけなんで、ちょっと多いということで、この12の倍数の分を引かなきゃいけないから、引く N の A かつ B と。こうしなきゃいけないね。これ大丈夫ですよね。4の倍数または6の求めたい個数っていうのは、4の倍数と6の倍数をそれぞれ足して、12の倍数を引けば出るということです。で、この式がね、最初結構大事な式になります。これね。これ。よく学校の教科書とかに載ってる公式なんで、まあ、覚えるというよりかは、今みたいに理解してもらえるといいかなと思います。ということで、答えは、NA が25でしょ ?25 足す、NB が16、引く、A かつ B 8。はい。ということで、これを計算します。そうすると、答えは、33。ことなります。はい。というわけでね、今日は、この、集合の一番基礎な部分の、問題をやってみました。集合の個数の話題で一番基本的な問題をやってみました。はい。ということで、以上になります。じゃあ、ありがとうございました。